悪いな。俺たちの箱返してもらうぞ。水の巨像というよりは水と氷って感じね。対抗するには熱か。ということは俺の出番だな、ロビンちゃん。ああ、じゃあ行ってこい。そうすりゃグルマ湯の氷漬けの出来上がりだ。ああ、バカにしてんのか、クソ剣士。お前らやってる場合か。俺様の技術力味わわせてやる。私が必要ってことね。やっと俺の出番か。行くわよ、サイクロンテンポ。いつでも問題ないぜ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。さて、お手並み拝見だ。グランデ、これで元気になるぞ。本気にさせやがったな。さて、お手並み拝見だな。おい、お前、おろしちまうぞ。そらよ。あお、すまねえな、サンジ。お、俺から行く。
これで大丈夫なはずだ。あ、気が利くじゃねえか。ぶちのめしてやるよ。フランキーファイアーボール。俺から行く。必殺火薬星。ちょっとは本気出さねえと。うん、グランデ。おい、お前、おろしちまうぞ。いっちょやるか。これで元気になるぞ。ああ、気が利くじゃねえか。おう、よし、みんな準備できてるな。必殺火薬星。こいつ強えな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。やった。いけるか。これで大丈夫なはずだ。ああ、気が利くじゃねえか。おう、行けるか。ゴムゴムのジェットピストル。お手柔らかに頼むぜ。くそー、動けねえ。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのジェットピストル。これで3体目か。ナミさん、ここを出たら温かい料理を作るからね。ありがとね、サンジ君。寒さでも体が限界だったの。寒い？そういや、なんか体が震えてきたぞ、サンジ。今さらかよ。お前にもなんか作ってやるから適当に温まっとけ。ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。やった。理由は話せ。これは政府の取り決めだ。従ってもらおう。どうだった？説明もない命令には従えんと言い張りおった。だが出すしかあるまい。バスターコールの指令をな。神の息吹は惜しいが仕方ないだろう。どうかしたのか、アディオ。いや、この石碑が少し気になってな。なんだよ、ロビンだけじゃなくお前もこんなぐっちゃぐっちゃした文字が好きなのか。
悪くない趣味だろ。そういや、お前もぐちゃぐちゃの文字を書き込んでるもんな。文字？ああ、この入れ墨のことか。全然違う感じのやつだけど、エースも背中に書いてたんだ。俺のは一族に受け継がれてきた文様でもあるからな。魂のようなものさ。打ち勝ちたいもの、守り抜きたいもの、何でもいい。絶対に曲げられないことの証明ってやつだ。エースは白ひげのおっさんのドクロだったな。そうか。つまりはそういうことかもな。魂のようなものか。いいな、アディオ。かっこいいぞ。そう思うか。ああ、きった。